陰誉とは、有名な人、場所、出来事、文学作品、芸術作品などを直に述べるか、それらについて言及する、修辞技法のこと。陰誉代入の歴史は古く、ヘレニズム期のカリマコスの詩、古代ローマのウェルギリウスの、農耕詩、アレキサンダー・ポープの、神盗人、近現代では、T.S. エリオットの、アレチが特に有名である。陰誉は、 比較的短い分量で、読者、聴衆があらかじめ持っていた、ある話題に関連する概念、または感情を引き出すので、経済的な修字技法と言える。ただし、それが理解できるのは、読者、聴衆に問題になっている、隠された言及についての事前知識がある場合で、そうでない場合、つまり、読者、聴衆が、作者の意図を読み取ることができない場合には、 ただの装飾的技法にしかならない。例えば、T.S. エリオットの詩が、隠喩的と言われるのは、そこに言及された、人名、場所、イメージが、事前知識のみで、理解されるからである。一方、ジェームズ・ジョイスの、フィネガンズ・ウェイクも濃密な隠喩的作品だが、理解しがたく、エース・ケルトン・キーツー・フィニガンズ・ウェイクという謎解き本も、出ている。隠喩という言葉は、 文学用語だが、映画や美術といった文学以外への間接的な言及までも含む。ただし映画批評の分野で他の映画への言葉を伴わない意図的な視覚的言及は陰誘でなくオマージュと呼ばれる。現実の出来事が昔起こった出来機をはっきりと思い出させるときには、それすらも陰誘的な含みを持っているように感じられることもある。ありがとうございます。